西鉄の天神大牟田線とですね、JR 鹿児島本線ですね、まあ、並行しているんですけれど、大牟田駅以外ですね、乗り換えの駅となっている駅は、まあ、一つもないわけですね。ただ、西鉄と、鹿児島本線ね、相互に、駅が非常に近い位置にあって、もうほとんど乗り換え駅と言っても差し支えないような駅がたくさんございますんで、今回はその中の一つのね、JR 笹原駅と、西鉄の井尻駅をね、紹介していきたいと思います。この日は2022年の4月の5日でございます。熊本市中央区のね、下通りのあたりでございます。こちらから、上熊本までね、歩いていきたいと思います。まあ、上熊本ね、新水前寺とか熊駅よりね、歩いていくのは、まあ、近いですよね。まあ、一番私は、歩くのが現実的な距離だと思ってますけど、まあ、とは言ってもね、明るくなってしまいましたけれどね。はい、ということで、JR の在来線でね、福岡の方に行きたいと思います。はい、ということで、鹿児島本線をずっと、2時間ほど乗ってきまして、福岡市南区にございます。JR 笹原駅に到着でございます。まあ、九州はですね、原って書いて春って読ませるのが多いですよね。ということで、まあ、井尻駅の方面に向かっていくわけでございます。まあ、ここの辺りね、地区がもともと井尻っていう名前だったんですけれど、JR の駅を作る時になった時にね、同じ名前じゃちょっとまずいだろうということで、また別の名前を付けたという感じですね。まあ、ずっとね、ちょっと映像じゃ分かりにくいと思いますけれど、一本の道になっておりまして、非常にね、分かりやすいですよ。はい、ということで、まあ、実際に行かれたらね、分かると思いますけど、まあ、10分はしないですね。ということで、西鉄の井尻駅にね、もう見えてきたわけでございます。まあ、こちらから、まあ、西鉄電車に乗って、私は役員まで行くわけですね。役員に到着でございます。まあ、朝のラッシュ時でしてね、まあ、あまりこう電車の車内や駅の、構内の様子、お伝えできませんでしたけれど、ぜひね、もう同じような駅なんで、皆さん、移動の際には使ってみてください。まあ、特にですね、鳥栖方面からね、鳥栖から例えば、ここの井尻までやってきて、で天神に行きたいって時はね、この井尻駅で西鉄に乗り換えれば天神に行けますからね。まあ、福岡市内の地下鉄に乗るのはね、結構私なんて言うんでしょう、人混みも多いですしね、なんか遠回りな気もしますしね、まあ好きな方はね、やってください。はい、ということでした。